JA バンク、JA バンク、JA バンクとは、日本において、農業協同組合、JA 及び、信用農業協同組合連合会、新連の信用事業と、農林中央金庫、農林中金の対応する事業によって構えなる貯金、貸付等の金融事業の総称。農林中央金庫が、いわゆる系統中央機関となる。キャッチフレーズは、日本の食と、農。 地域を支える JA バンク。銀行における預金に相当する JA 貯金を中心に、個人向けに、資産運用、国債、投資信託等の取扱いや、各種ローン、住宅ローン、マイカーローン、カードローンなど、と、クレジットカード、JA カードの取り扱い、農業従事者、農家向けには、運転資金や担い手支援などの事業者融資メニューが用意されているのが特徴。 最近では遺言信託等の信託業務を扱っている JA もある。JA の生組合員、農家とその家族を主な顧客層としているが、それ以外のものが貯金や個人向けローンなどで取引することも可能であるため、サラリーマン世帯であるサザエさんのキラクターや社会人役の若い女優を起用した CM を放送し、PR している。 正組合員世帯以外の者が取引するには、原則として JA に出資金の入、出資して準組合員となる必要があるが、組合員に対する一定の割合で、組合員以外の者のでも取引することができる JA 共済も同様である。一般の金融機関の預金取引では、現金の入出金や、手形や小切手の取り立て、振込み、各種口座振替がメインだが、 JA の場合は、通常の貯金取引の他に、米や肥料の他にも、農機具や一部の食品、A コープの商品、葬儀代金等の決済をすべて貯金口座からの振替払いにするだけで、支払いが完了するシステムを導入している。経営は原則は、それぞれの機関、JA は個別の組合ごとで、独立採算制となっているが、貯金事業については、 JA バンクシステムと呼ばれる事業の一体化、相互支援を行うことで JA バンブランドによる一体化した取扱い、基本的に JA 新殿単位、新殿が解散した県域などは農林中金の支店とのアライアンスによる県域単位、またはその県の単一農協独自によるで共通の取扱い、ATM サービスなどは全国で 共通の取扱いが行われており、JA バンク全体で民間最大級の金融機関とみなすことができる。農業協同組合法により、農業協同組合中央会の監査を受ける義務があるが、公認会計士等による外部監査は任意であり、ほとんど行われていないという、点が銀行と大きく異なり、規制改革会議などで検討課題となっている。 小切手法上は銀行と同等とみなされている。なお、専門農協を中心に信用事業を行っていない農業共同組合も存在する。JA バンクが指定金融機関となっている自治体がある。多くはその地域の農業共同組合、JA が指定されているが、長野県飯山市や山口県三祢市、高知県南国市のように信用農業、 共同組合連合会 JA 新連が指定されている自治体もある。2019年1月15日に農林中央金庫とローソン銀行が結んだ提携の基づき2019年度から全国に1万2000台ある JA バンクの ATM は順次ローソン銀との共同 ATM に置き換えられることになった。なお JA バンクの利用者に対する利便性を確保するため 手数料に関しては JA バンクの利用者がローソン銀との共同 ATM を利用する場合手数料は平日の日中は無料となる一部の地域ではコンビニ ATM に変えて JA バンクの ATM をコンビニエンスストアの店内に設置しているケースがある一部の店舗ではコンビニ ATM と JA バンクの ATM を店内や駐車場に合わせるケースもある これは ATM を設置しているコンビニが各地域の j a または JA 参加の関連会社により経営されている。すなわち、コンビニ店舗自体が JA の購買部としての位置づけが場合に多い。なお、三重県についてはほとんどこれに当てはまらないため、多少事情が異なる。理由は後実。なお、下記のほか、コンビニ敷地内の駐車場に、 店舗外 ATM を設置している事例もある。三重県内のローソン、一部を除く、県内各店舗に設置されている JA バンクの ATM は JA30 新連の出張所扱い、県内の地元地方銀行からローソン ATM ネットワークス、ラス、現在はローソン銀行に遺憾との提携を拒否されていたところ、全国に先駆けて JA30 新連が営業推進策の一つとして、 公的な制約を受け入れた上で、例外的に JA バンクの ATM を単独展開することになったのが設置の理由である。ただし、三重県内でも2014年7月から一部の店舗においてローソン ATM の設置が開始されている。三重県以外では今のところ同様に都道府県単位によりコンビニ店内に JA バンクの ATM を設置する動きはない。なお、 当該設置店舗の市町内を管轄する JAA は、以下の通り、各市町内に路村がない、あるいはローソンに ATM がないケースもある。2016年現在、現行のキャラクターデザインのものは、貯金通帳は、サザエさん IC キャッシュカードは貯金魚となっている。2017年からは、地域ごとに順次 IC キャッシュカードのデザインについても、 サザエさんのものが登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。